こんばんは。どうもです。明日はリアルお話し会です。関東でよろしくお願いします。テレビ見てる。あ、そうや、今日なんか STU48 の話題が出るらしい。え、ちょっとつけてみようかな。よいしょ。え、広島映るかな。そうだ、この時間帯だ。いちいち止める動画もらう。うるさい。ミュージックブラッド。今コンタクトしてないからすごい見にくい。あ、これか。いや違った。普通のニュースだった。あ、4チャンネルでした。これどうしよう。今乃木坂さんが出てる。とりあえずつけたままにしとこう。私ね、なんかここに今スマホスタンドのリングライトのスマホスタンド置いてるから、このスマホスタンドが邪魔で全然テレビが見えない。シュッ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 見てます。かわよ、かわいい。そうなんですよ、見づらい。なんかこう見るときこうやって、このここにスマホスタンド置いてるから、こうやって見なきゃいけない。ちょっと音出してもいいかな、皆さんも。ヘイヘイヘイブン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 。秋元先生特集。太陽みたいに一時間君を探してばかり。見てます？皆さん。私秋元先生の歌詞好き、大好きなんですよね。なんかなんでこんなことが考えれるんだろうって思う。私の特に好きな歌詞はポニーテールとシュシュ。なんかね、最近ツイッターで見たんだよね、なんかポニーテールとシュシュの夏っていう単語を表さずに夏を表してるみたいな。カレンダーより早くシャツの袖口まくって太陽が近づく気配僕の腕から衣替えって。なんか夏を一言で表せる夏を、こんなさあシャツとかあとカレンダーとかで表せるんだって、超すごい、なんかうおーってなりました。めっちゃ語ってます。ちょっと音大丈夫か。明日初参加のファンに向けた注意はありますか？お話し会ですか？直接お話し会は、ちょっと待って、ちょっと静かにしよう。直接お話し会は、もろもろの注意はなるべく、まあ、私も大きい声を出すので皆さんも結構ハキハキ、あとマイクに近づけて喋ってもらえたら嬉しいですぐらいかな。あとマスクしてるから名前言ってくださると嬉しいかも、その初めての方とかはって感じかなぐらいです。あとは楽しむ気持ちさえあればって感じです。うん、よろしくお願いします。明日はカープの T シャツ着て寄ります。明後日はPR 舞台のお話し会があります。よろしくお願いします。
2年越しでおじちゃんに会える。お、待ってます。てかさ、てかさってすごいギャルみたいな言い方しちゃったんだけど、てかさ、オンラインお話し会がさ完売してなかったらしい。私びっくりしました。って完売したと思ってたら完売してなかったと思って、なので受付中です。皆さんお待ちしてます。ちなみに再販が始まりますもう少ししたら。これが空注文ってやつかって思いました。空注文、空注文なんていうのか分かんないけど、これが例のやつかって。ということで、お待ちしてますっていうだけですありがとうございます。よろしくお願いします。そして明日、メールでも言ったんですけど、どうだろう、明日あるか分かんないけど、私から一応お知らせがあります、ツイッターの方で。なのでリツイートといいねをしてくださると嬉しいです。何時頃か分かんないんですけど、夜あります。のでぜひぜひよろしくお願いします。ないかもしれない、でもあるという体でなっているので、今のところはよろしくお願いします。タスク氏からお知らせがございます。卒業ではないです。なんかさ、お知らせがあるって言うとさ卒業って言われるんだけどさ、私もう卒業って言われる年齢っていうか、その年数になり始めたのかなと思うとちょっと寂しいですグラビアデビューですか。グラビアではデビューではないです。うつみりねちゃんがヤングガンガンでグラビアデビュー、デビューじゃない、グラビア載ってます。皆さん購入してください、よろしくお願いします。ないかもしれない、でも一応ある予定で進んでるので、あればいいな。グラビアはね、私は本当に需要がないので、皆さん私にグラビアしてもらいたかったら各所で声を立ててくださいそしたらちょっとあるのかなってなるのかもしれません。今のところはない、もう無です。あ、待って、来た、お、ダンスリリックの方だ。誰のものです。地球の上。なんかこういうアイドルから歌って楽しくカラオケでも出したんだけど、ふとこの一行。すごい、なんか乃木坂さんが聞いてるのびっくりする。ありがとうございます。嬉しい。花は誰のもの。確かに何だろう、ちょうど本当にロシアとウクライナのニュースが流れるようになった次の日ぐらいに歌詞が来たから、本当に今のご時世的な自治的な歌詞になってます。わあ、たくさんの方に聞いていただけると嬉しいな。ちなみにダンスリリックミュージックビデオは60万回再生を迎えたそうです。やっぱりあれなのかな、なんか皆さ なんかダンスミュージックビデオ好きなのかな、ありがたいです、たくさん見てください。ポキオこんばんは、ポキオです、こんばんは。6月30日毎回発表されてね、そうです、6月30日出ます。ココアさんが久しぶりに出演しますね。ダンス動画伸びてる、そう、なんかね、結構普通のドラマより伸びが早いかもしれない。ドラマ長いからね。発売から2ヶ月経つのに勢いがすごい。ね、すごいよね。
明日よろしくです、よろしくお願いします。私3日間関東かな、2泊3日だからね、あの明日 STU のスタッフさんにポコ太郎を預けるんですよ。だから今からというか配信が終わったらポコ太郎のあのケージを掃除してあの綺麗にさせます。さようならポコちゃん。今日は30度あったので、広島は温度が、あのクーラーをかけて出ました、ポコちゃんのために。まだ荷造りしてないです、しないといけない。初の外泊、初の外、まあ 外泊ポコ太郎、うん、そうお留守番なんです。本当はねメンバーに餌やり来てもらおうかなと思ったんだけど、なんか意外にメンバーみんな結構仕事あるメンバーが多くて、関東とかあと前乗り、今前乗りしてる人とかもいるのかな、だからいない人が多くて、スタッフさんにポコちゃんを預けたいと思います。可愛がってもらえるから、まあ餌をやるだけでいいって言ってるんですけどね、全然触ったりせずに、もう餌をやるだけでなんとかなるので、一人でぐるぐる回ってるのでね、あとはたい焼きありがとうございます。なんか新しいギフトな気がする、たい焼きありがとう、いいですね、たい焼き食べたくなってきた。ポコ人見知りせんのしないと思う、わかんないけど、おどら焼きありがとうございます。タワーかこれ、和菓子ギフトって言うんですね、初めて知った、書こう、ありがとうございます。ギフトがとうとうさんありがとう。なんで和菓子ギフトなんだろう、和菓子がもらえるキャンペーン、そんなのやってるんだ、美味しそう。私和菓子好き、あんこが好きなんですよね。なんかドラえもんに見えてくるな、ドラ焼きとは。ドラ焼きの絵描こうとしたら難しい、マカロンになっちゃう。あ、間違え、名前書いてなかった、ごめん、ごめんなさい、失礼。じゅん、とうとうさんどら焼きタワーありがとうございます。どら焼きの絵を描きました。どら焼き難しいですね。ハンバーガーじゃないです、どら焼きです。こんなに目の前にお手本のどら焼きがあるのに、ギフトの、和菓子がもらえるイベントなんて聞いてないけどな、そんなのイベントがあるのか。20万ポイントで高級フルーツ大福で、50ポイントで京都和菓子旅行券らしい。何京都和菓子旅行券って、何京都に行かせてくれるのか。どういうこと。でも私フルーツ大福食べれないんで大丈夫です。私フルーツ食べれないんですよ。いいですね、京都住み、いいな、京都行きたい。そう、私果物系、なんかショールームさんフルーツ大福超好きよね。私果物食べれないんですよ、結構珍しいって言われるんですけど、あんま好きくないです。
通の大福が良かった、あんこぎっしりの。顔なんか食べたくなってきた。大福あんま売ってないですよね。だいたいね、なんかいちご大福とかコンビニとかで売ってるやつ、普通の大福があんま売ってないから食べる機会ないんですけど。サラピア50万達成してる。すごい、サラピ京都行けるじゃん。ちょっとだけ見てましたよ、サラピとほのたんさんのショールーム。なんかツイッターにサラピがショールームの URL 載せてて、ほのたんさん通るんだと思ってちょっと見てました。仲良し、あの二人、サラピとほのたんさん。あ、イベント、あ、そうだ、してよ、今イベント中です。珍しいコラボでした。タメ口なのが面白い。ああ、サラピー、なんか敬語とタメの入り混じりみたいな感じよね。仲の良さって感じ。サラピいいよね。なんかあんなさクールに見えてめっちゃ人懐っこい感じ、めっちゃ好き。あの二人よく怖いって言われるよね。私も怖いと思ってたけど話すと全然怖くないんですよ、本当に。なんかね、優しいっていう話してた。誤解されるっていう話してた。なんで誤解されるんだろうね。多分見た目がね、なんか美人だから。で、真顔の時が、美人の真顔って怖いからか。でもマジで面白い、あの二人は、目からビームでしょ。どんなやねん。よいしょ。のたんさんもおきちゃん怖がってたんじゃなかった。そうなの、初めて聞いたことなかった。そうなのかな。私でも本当にね、なんか仲良くなるまでに時間かかるタイプだから、多分初対面の印象あんまり良くないかもしれない。なんかもう多分そんな関わらないかなっていうぐらいのさ、なんか距離感の人とかにはすごい愛想よく最初からいけるんだけど、なんかこれからずっと一緒にいるって人となんかの初対面ってすごい緊張する、人見知ってる、別に喋りかけられて無視とかはしないけど、きちょーってなる逆にちょっと挨拶するだけのなんか大人の人とかにの方がなんか、あ、よろしくお願いしますって言える社会人社会人です。みちとは去年ぐらい仲良くなったイメージ。みちさんは舞台かな。一期一会に強いタイプ。そうです、ショーです。カチューシャかわいい。そう、今日カチューシャしてる。特に意味はない、特に意味はなきです。今日はねレッスンしてきました。今週がもう、あさってがやついフェスティバルで、あさってがしあさってがアイドルコンテンツエキスポがあるので、そちらのレッスン、 PR 舞台ですね、 PR 舞台のレッスンをしてきました。で、なんかね、最近気づいたことがあるんですけど、なんかある曲のある振り付けになんかこういう振りがあるんですよ。
ちょっと手だけやったらこういうじゃん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 って振りがあるんですよ。そしたらね、なんかパセリとそれを向かい合ってするんですけど、最近パセリがなんかこうなんかちょっと振りが違うなってずっと思ってたんですよ。なんかパセリの振り違うくないと思ってて、言うべきかそれをなんか指摘した方がいいのか迷ってて、でなんかちゃんと動画を確認したんですよ。したらパセリ私と向かい合う時なんかこうやってハート作ってて、こうやってちゃん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 ってやった。それに気づいてしまって、今日意を決しって言ったんですよ。え、これの時さ、もしかしてハートしてるって言ったら、そうです、この間からしてますって言われて、ひえひょえってなった。ひょえひょえ。でもダンスの先生から直されてた、パセリ振りが違うよって言われてた。多分本番は普通にやってると思います。なんかちょっと指違うくない、なんかでもね、こんぐらい、なんかそのちょっと怒られない狭間ぐらいの、このこんぐらいの感じなんですよ。そう、面白かったです。たい焼きありがとうございます。お腹空いてきた。まあもしね、やついとかはカメラが入ってるのかな、 ICU はちょっと分かんないけど配信あるのかな。もし映ってたら、多分映ってないと思うんですけど、映ってたら楽しみにしていてください。嬉しかったの、嬉しかったよ。私も次踊った時こうやって返した、チュン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 って返しましたよ、もちろん。キュン、ポケットからキュンです。何落としたの、キュンです。懐かしい、キュンです。もう言わなくなっちゃったな、キュンですって。キュン、今のハートはこれです。韓国のハート、こことここでハート。いや、これももしかしたら古いのかもしれない。こんな流行知ってますよ感出しててけど、ちょっと JK の人に聞いてみますね。違うかも。どうなんだろう、今何なんだろう。パセリって誰、尾崎セリカちゃんです、2期生の。これじゃないかも、何だろう、どうだろうな。1年以上前からやってた気がする。あ、じゃあもう違うかも。年上がやり始めたら終了らしい。あ、じゃあもう1年前にこれ終わってますね。片方ハートマークで片方アビー。あ、これね、オタクのこれ、なんか中学生に流行ってるらしい。中学生っていうかインスタグラマーに、このコスプレイヤーがハートしてて、ファンの人がこうやってて、あ、違う、逆だ。ファンの人がこうやってて、コスプレイヤーがこうやってる、ハートが作れなかった未完成ハートが、悲しきポーズが、なんかJK たちの間でエモいハートポーズってなってるらしくて、これが流行ってるらしい。これインスタのハッシュタグで調べたらめっちゃ出てくるんだって。どうやって調べたら出てくるんだろう、わかんないけど、やっぱファッションと一緒で時代は回るんですね、本当に。エモいらしい、なんかフィルムカメラみたいな、映るんです的画質でこれを撮るのがエモいらしいです。やります、これツーショットで。私こっちでいいですよ。あ、逆、こっちでいいです、私。やりましょう、ぜひ。いや、いろんなものが入
流行るよね。もう何が流行ってるのかよくわかんないな。ついていけない。おきちゃんポーズ作ってよ。おきちゃんポーズは一応あるんですよ。このよくできましたっていうこの親指の、全然広まってないし広める気もないけど、グーしてよくできましたってあるんよ一応。ダッサい本当に。これ誰がやりたいんこれ。一応よくできましただよ。知らんかった。全然やらないもん。広める気ない。そうないわ。ポーズ欲しいけどないね。昨日 A チーム公演見てて、せいちゃんとおきちゃんがめっちゃ似てて驚いた。嬉しい。福岡せいらさんになりたい。ありがとうございます。なんかいいポーズだったら教えてください。こう人と被らなくエモくかつオシャンティーな。注文が多い。注文が多いおきこです。考案待ってます。いやもうでもね、これ以上もう世界中でいろんなポーズが考案されてる中で被らないポーズってもうあるか。もうない気がするけど。まあなんかいつかこうパッてひらめいたら嬉しいですね。お見送りとかでおきちゃんポーズしたい。わかる。私もね、僕恋公演の時とか隣がアンピーなの。川又沖だから、アンピーがファンの人とずっとこうやってピッてやってるの見て超羨ましかった。私もピッてやってる。アンピーのファン来たらピッてやって、でも私の隣がアンピーだから私を見ずにアンピーとピッてやってて、私のピーはね誰も見ないところでこのピーで終わってるの。悲しい。悲しい。私のピーはね誰にも見られることなくねそっと下ろしてるの。悲しい。そうなんですよ。欲しいな。なんかおきぽのぽぽってね、 P ではアンピーと被るから、なんだろうな。ゆうかのゆう、こういうこと、なんだろ、何があるかな、難しい。今ポーズ考案中。でもなんか片手でできるぐらいがいいよね。なんかパッてできるのが、なんかたまにさこのポーズしようって言った時にファンの人さ、指でどうでどうでみたいな、わわわってなってツーショットあわーの状態で終わる時とかあるから、やっぱ難しいやつってあんま良くないよね。肩に手を当ててセクシーポーズ絶対嫌だ。何じゃそれ。こんなんで私急にこんなファンの人に言われたらもうスルーだよ。こんなお見送りの時にウキちゃんって言われたら嫌だよ。お互いが見て痛くないやつがいいな。泣かないかな。そうそう、簡単かつそう分かりやすいなんかやつが欲しいな。ワイラがするんか。お見送りでしたいって言ったじゃん。一緒にしようってことやん。それはだから考えてるけどないね。でもこんなんもう1年目の時に考えるべきことだから、もう今考えてもなのかなって思ったりもする。今考えれるのは多分この5年の間に考えれた気もするんだよな。なんかあるかね。まあまあいつか動画でひらめいた時に考えつくかもしれないので、その時は皆さんいっぱいやってください。ファンネームとかあるか。初期からあるものね。ファンネームね。
でもさ、まいちゃんとかさ、ヤミーズってあれもう使ってる人おるんって思うんだけど、ヤミーズ、まいちゃんあれさ、なんかドラフトのオーディションの時に作ったやつだけどさ、使ってるんかな、ハンネームあんま聞かない。なんかまいちゃんのファンはマイキュー推しとか言ってるイメージあるけど、なんかファンネームあるかな。うーん、別に私は考えないですけど、あれなんだの、あれはね、なんかまいちゃんの番号が83番だったから83にかけてファンの人の総称をヤミーズにしたんじゃなかったかな。私はファンネームとかないんで、普通におきちゃん好きですって言ってくれたら嬉しいです。でもファンマークとかあるよね、なんか絵文字の組み合わせとかでファン、なんかファンネームっていうかファンマーク、ああいうのはちょっといいなと思う。ファンマークちょっとなんか JK っぽくて、 JK のインフルエンサーっぽくていい、ちょっとあれだけど。 STU ファンの総称ないの？ STU ファンの総称はなくてですね、実は今スペシャルサポーターで募集してて、それを5周年コンサートで発表するっていう企画をやってます。なので7月10日に STU のファンの総称が発表されます。何がいいですかね、皆さんもぜひ考えてみてください。そうそうそう、スペサポで、うん、私はね、なんか船のなんかちなんだやつがいいなと思ったけど、船終わっちゃったからどうしようかなって、クルーとかなんかいいなと思ったけど、瀬戸クルーみたいな、ちょっとどうだ、ダサいかな、どうだろう、わかんない。私ちょっと、私が言ったらなんかあんま良くなく感じるから、私はもう何も言えない。私はいいと思ってるんだけど、5周年で発表すること書いてあったっけ、スペサポに書いてあったよ、うん、何がいいかな、なんかちょっと可愛い感じの欲しいですね、うん、いい、あ、本当嬉しい。有名なんだったら、あのももクロの桃色クローバー Z さんのファンの方がモノノフとか、私モノノフだったんですけど、なんかそういうのが欲しいよね。34分だったのか、早いね。まあ、もしなんかいいやつ思いついたらスペシャルサポーターにコメントしてくださると候補に上がります。今年入った子たちはなんて呼んでるの？ 2.5、メンバーはなんかニューウェーブかアクターズって呼んでるけど、あの正式な呼び方はちゃんとあるんですよ。ただそれが発表されてないから、あのメンバーも個々の呼び方で呼んでる、うん、まあ、研究生って呼んだらいいんじゃないですかね今は。まあ、もうアクターズ生じゃないからアクターズって呼ぶのもあれか、うん、一応あるけど、まあ今は STU 研究生って呼ぶのが一番正しき呼び方だと思います。正式な呼び方あるんだ、あると思う。おきちゃんの研究生時代とは全然違いますか？私の研究生時代、私 STU の初めての研究生だったからちょっと違うかもしれないけど、どうだろう、大体一緒、なんか
研究生のルールってなんか48の研究生ルールだから、なんかねツインテール禁止とかは多分あの48グループ全体全体ではないのかな、でも大体の48グループ研究生ルール、あと黒髪とか、何があるだろう、ツイン禁止、そうなの、ツインテールはねなんか派手に見える髪型、なんかメイクさんが言ってたんだけど派手に見える髪型だから、なんか研究生でツインテールやるメンバーはいない、ポニーテールも上目は禁止みたいな、中くらいから下、あと巻き髪禁止、髪型系はそういう、まあ大体ストレートおろしがやっぱなんか本物の自分って感じがする、本物の自分っていうか何だろう、素のそのままの素材感が出るからかな、あんまいないんじゃないですかね、他の法廷と見てもツインテールとかいるのかな、どうだろう。あとは研究生ルール何があったかな、あ SNS、私らの時は SNS がダメだった、でも今は2期生の時は2期生とかのツイッターがあったりとか、1期生のツイッターなんかメンバーツイッターみたいなのあったけど、ドラさんはなくて SNS がなかったかな、昇格してから、あ昇格する前か、個人ツイッターやらせてもらってたかなやらせてもらってたかも、もしかしたら、あとプレゼント禁止、そうなんですよ、プレゼントは途中ぐらいから、なんかちょっとあんま覚えてないです覚えてない、研究生に聞いてみるのが一番いいかも、なんかあったかな、なんかあったかしら、なんかいろいろルールはあった気がしますけど、まあ正規メンバーになってこう巻き髪が OK とかなったりとか、うちらの代はダメだったけどねみたいなこと言うんかな、うわ中学校の先輩じゃんえなんでポニーテール高めなのみたいな、ねえねえセーラー服のリボンっておっきく結ぶの3年だけなんだけどみたいなそれ中学校の先輩じゃん、女子のバレー部のめっちゃ偏見、バレー部は偏見すぎる、1年さなんか緩いよね、うちらの時もっと厳しかったくないみたいな、2年が言うん何が変わっとんねんその1年で、ね、よくあるあるの、中学生の先輩、中学が一番厳しいと思いますよ、高校より縦社会、なんであんな厳しいんですかね中学校って、私の中学特に厳しかったです、あの先輩後輩が、高校はなんかもうそもそもそんなに関わらなかったんであれなんですけど、中学だけは異常に厳しかったです、なんかねあの中1の時とか2年生が1年生の廊下歩いて徘徊してました、なんかそのちょっと校則違反してる1年いないか、超怖かったです、ひえーってやっぱ義務教育だからね、いろんな人が集まるんでね、超怖かった、私小学生から上がったばっかの時だったから、中学とはこんなに恐ろしいところなのかって思いました徘徊してました、怖いよね、懐かしい、岡山越え岡山へようこそは全然もうなかったですね、やっぱみんなちょっとずつ大人になっていくもんだと思います、岡山ルール、岡山のルールではないけど、やっぱあのちょっとヤンキーさんたちが多かったので、ね、岡山って
懐かしいですね。リネタンのグラビア見た？見たよ、ツイッター。いや昨日リネタンに、いやもうちょっとオフショットいっぱい載せた方がいいよツイッターに、あ載せるつもりなんですよ今回はって言ってたから、よっしゃーってなりました。あの前の時あんまオフショット載せてなかったから、えな他のアイドルさんめっちゃオフショット載せてるやんとか思って、絶対もっと載せた方がいいよって言った、載せますって言ってた。楽しみ、大福ありがとうございます、ご褒美、うん、楽しみです。素晴らしい、今年のなんだっけ、なんかちょっと公式でツイッターちょっと面白かったんでね、なんか面白くはないか、なんか珍しい表現の仕方をしてた。今年の夏はリネタンでなんたらかんたらみたいな、おいいやんって思ったんですけど忘れちゃった。何だったかな、あ始まるって書いて、なんかリネタンで始まる、あみんなの夏が始まる、それや、なんかすごいあの雑誌の横にある書いてるあれみたいな感じでしたね。夏が始まる、じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃん、海開きじゃん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 じゃ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 ん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 、パッパッパッ。よいしょ。今年の夏はうつみりねで始めましょう。43分、なんか早いな、1時間が終わるの。悲しい、夏は眩しいぜね。いやもう本当に暑くて夏って感じ、今日が暑すぎてびっくりしました、もう日焼け止め買いました。いや一年中塗っとけって話なんですけど。うん、暑いよね。今日が一番しんどかった、自分の中で太陽に燃やされてました。うん、梅雨明けたのかな、なんか雨降らなくなった気づいたら、たい焼きありがとう、気づいたら降らなくなっててめちゃくちゃ暑くなってました。まだなのか、まだ続いてるのか、こんな猛暑挟んでくるとは、梅雨恐るべしって感じ。あそうだ、言おうと思ってたんですけど、昨日あの私のラジオで発表されたんですけど、あの沖優香の明日金曜番組初の公開イベントをやることに決まりました、玉野ケイリンさんの方で。しかもあのミニライブ、 STU のミニライブ付きです。まだ出演メンバーとか詳細は発表されてないんですけど、なんかね G1 だったかな、すごいあのケイリンのなんか大きなイベントがある日にやらせていただくことになりました。すごいあの大きなケイリンのイベントのあるらしいんですよ。そうなんです、ミニライブ多分私いると思うんですよ出演メンバー出てないけど、えいないのかな、いると思うんだよな、さすがに、ちょっと入ってなかったごめん私の冠ラジオだから多分私はいると思うんですけど、そうなんですよ、たくさんの人が多分来場するイベントだと思います。
なので皆さんよろしくお願いします。いなかったらごめんなさい、多分いるはずなんだけどな。たい焼きありがとうございます。たい焼きすごい、壇上がめっちゃ和菓子。いるはずです、よろしくお願いします。僕対千秋楽の日、あ、千秋楽の日か、じゃあもしかしたら2期生いないかもね、どうだろう。大穴当ててタワー建てたい。競輪してちょっと当てちゃって。そうやって経済が回っていくんだ。あ、皆さんぜひぜひ競輪もして帰ってください。まあ使いすぎない程度に、ちょっと楽しむ程度に。慣れてる人とかね、自分の好きなようにやってみてください。よろしくお願いします。当てたら全額優香に投資する、やめいやめい。やめいやめい。まあまあよろしくお願いします。また詳細が出たらお知らせしますね。あと7月の3日に、この前の6月25日ちょっとあったオンラインサイン会の振り替えがあるので、参加してたので体調不良で、1月3日のショールームはオンラインサイン会をやります。ちょっと時間がまだ開かないんですけど、なのでそちらの方もよろしくお願いします。いっぱいありますねお知らせが。あ、時間書いてた、あ、じゃあ同じだ、567だったかな。振り返り不参加した時間と同じ時間です。夕方ぐらいだったかな、だから3時ぐらいだったかな。こんばんは、明日よろしくお願いします、よろしくお願いします。うん、再販で5月のサイン会変えるの驚いた。5月のサイン会。あ、そういうことか、5月のサイン会ってあれか、振り返りになってるのか。お知らせいっぱいでありがとう、こちらこそよろしくお願いします。うん、振り替えがね、そうよね、5月はねあまり何もできなかったから、その分下半期いっぱい楽しもうって思ってます。まあ、とりあえずは明日ですね、オンラインお話し会、オンラインじゃないリアル、明日はいけないけど26日は頑張ります。待ってます。あともう一回完売目指そう、フル完売目指してます、よろしくお願いします。ツイート消そうか迷ってます、ちょっと恥ずかしくなってきた、汗汗。でもツイ消しは甘えって言うからな、どうしようかな。あ、そう、私物サイン会もあります。私物まだ悩んでる、なんでもいいよ、何でもやるよ、お待ちしてます。うん、つい消しは甘え。つい消しは甘えって、自分の部屋の片付けぐらいしてもええやんって思いません？よくない？
SNS 謎ルール。もういい、でもツイッターもう何でも投稿するわ。無法地帯です。 Y 甘えまくり、うわー、追消しは甘えです。自分に優しく人に厳しく、すぐ指さすよ、あーって大きな声で遠くから追消ししたーって人のはね。一番最悪な人間。ツイッタースランプは抜けたの。いやースランプね、なんかまだちょっと、まあ、抜けれたらいいなとは思ってるけど、まだあんまり、本当はもっとねバンバン一日に何個もツイートしたいんだけど、なんかまだ告知とちょっと自撮りぐらいしかできない。なんで、なんだろうね、恐れてるのかな、つまんなって思われるの恐れてるのかな。昔の方がもうちょっとあの尖ってた気がする。初期はもっと勢いがあったし尖ってたのに、最近なんか丸くなっちゃったからつまんないや、もうあの頃には戻れないんだね。だからいつも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 ファーストばかり聞いてる。これ TikTok で流れてきてすごいなんかうってなる。ツイッターの世界修羅だと思ってる。修羅の道よ。ツイッターの世界修羅だと思ってるってコメント面白い。もう思ってるよ、修羅の道だよ、生きとし生ける修羅道だよ。人間道の人間道、地獄道、ガキ道とかいろいろある中に修羅道かっこツイッターって書いてるよ多分。昔は平和だったツイッター、うーん確かに。いやわかんないけど、その平和だったかなって思うけど、くだらないことをつぶやける環境がいいよねやっぱ。 TikTok とどっちがすごいだろう。 TikTok、 Twitter が修羅だとしても TikTokTikTok はもうすごいよ。TikTok はもうね、渋谷道だね。新たに一つ追加された。若者たちが集いすぎてるから渋谷道ですね。ある意味地獄よりも恐ろしい。TikTok はね、すごい。でもあのなんか見ちゃうんだよね、面白くて。ああの TikTok 公式の ST48 の TikTok に載ってます。 PR 舞台であの花は誰のものにジャージャーコールを入れるっていう謎の TikTok 動画が上がってるので、よかったら見てみてください。謎 TikTok。 ちゃんちゃらんちゃんちゃん、ハイバー、ワイパー、サイバー、なんだ、なんとかなんとか、チャーチャーって言ってる。コール入れる曲じゃないよな。まあまあ真に受けずに、あの家でちょっと一人で言ってみてください。家で一人で言ってみてください。やればいいん。いやそんな多分真剣なあのコール推奨動画じゃないと思う。多分あの家で言ってみてねぐらいのそういう軽いネタ動画だと思います。どうだろう、いるかな。わかんない、それは皆さんの空気感に任せます。今日も可愛かったか、よかった、ありがとう。サーヤンを飛ばしてます。そうそう、なんか余っててすることなかったから。56分、おー早い、もう今日が終わる。
今からポコ太郎のケージを掃除します。そろそろ壇上を読もうかね。じゃあサーヤン軽そう、軽いよサーヤン。あれめっちゃ NG で、なんか6回ぐらいサーヤンと一緒に飛んだんだけど、なんか一番疲れた多分私たちが。13位から読みたいと思います。13位、壇上笹久さん。12位師匠さん。11位トシさん。10位和則さん。9位ジェリーさん。8位バンボシさん。7位昇龍さん。6位山猫坊主さん。5位ペルさん。4位がザックさんでした。13位から上までの皆さんありがとうございました。そして3位コバチャさん。2位がトニートニーチョッパさん。1位がトウトウさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。トウトウさん、どら焼きタワーもありがとうございました。ということで本日はこんな感じで終わりたいと思います。明日は関東でリアルお話し会、カープの衣装を着て T シャツを着てお待ちしております。そして明後日がやついフェスし、明後日が ICE、 あと明後日はあの PR 舞台のお話し会もありますので、よろしくお願いします。うんうん、ぼやすみぼやす。そして明日の夜は私の方からお知らせもあるので、ぜひぜひツイッターの方、夜何時頃かまたちょっと分かんないんですけど、お知らせもあるのでぜひぜひ楽しみにしてくださると嬉しいです。ありがとうございました。というわけで皆さんまたねー。ウィンクしちゃった謎の。バイバーイ。なんだろう。お、じゃあちょっと考えてみてください。でもツイッターに書いて、なんかもし当たってたらちょっと恥ずかしいんで書かないでください。でも予想してってください。バイバーイ。めっちゃウィンクしてる。こんなによくも出るなってくらいウィンクしてる。もうもはや目つぶってるだけみたいになってる。バイバーイ。この1分が長いんですよ。この1分が長いの。おやすみー。おやすみー。何回か言ってたらあのおやすみーブチになるから、おやすみー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 。